デザートワイン、デザートワイン、デザートワインズ、アメ、プリンワインズ、ブリーとは、主に食後に提供される甘口のワインである。フランスソーテルヌ地方の同盟奥のワインや、ドイツワイン、アウスレーゼ、ベーデンアウスレーゼなど、ハンガリー都会の都会ワインなどが有名。デザートワインに、単純な定義はない。イギリスでは、食前酒として供される、主成強化ワインのフィやアモンティリアード、 食後のポートワイン、マデーラワインなどと対比させる形で、食事中に料理と共に楽しむ甘口のワインをデザートワインと呼ぶ。したがって、大部分の主精強化ワインはデザートワインと区別されるが、あまりアルコール度数の高くないペドロヒメネス、ヤミューカド、ボームドブニーズなどは便宜上デザートワインに含まれている。一方アメリカでは、 デザートワインには法的な規格があり、14度以上のアルコール分を含有する、主成強化を含むワインはこれに全て該当する。デザートワインにあたる種類には、通常のワインよりも高い税率が適用される。これは、アメリカのデザートワインがもっぱら主成強化によって作られていた時代の名残であり、近代的な醸造法とドウ栽培によって、 主成強化なしで15度以上のアルコール分を実現できるようになった現代ではすでに時代遅れの区分である。アルコール顔料で区分するアメリカのような国がある。一方、ドイツのデザートワインのアルコール度数は低く、一般に8から10度程度である。デザートワインの製法には高い糖度とアルコール度数を両立できることが要求される。アルコール発酵を減ることで等が、 アルコールに変換されるので、この制御が重要となる。ワインの糖度を高くする代表的な方法を以下に示す。特別な技術を使わなくても甘い果実を使えばデザートワインを作ることができる。どうのいくつかの品種、例えばマスカット、モスカートを含むオルテガ、フクセルレーベなどは他の品種に比して糖度の高い果実を実らせる。しかしながら、 糖の蓄積は往々にして、方向成分を犠牲にして進行するため、できたワインは退屈で面白みに欠けるものとなる場合も、ある。また、ブドウの生育条件も、最終的な果実の糖度に、大きな影響を与える。果実の収穫を完熟まで待つ、あるいは摘化や剪定を行って、日照を確保することも重要である。摘化は火器に余分な房を摘み取り、 葉から送られてくる光合成産物を少数の果実に集約するものである。アルザスで作られるやや甘口のワインではこれらの自然な製法が駆使されており、このタイプの甘口ワインの代表例である。しかし消費者の多くはドライな辛口のワインか、もしくはしっかりした甘みを持ったワインを望んでおり、自然に任せる手法は時代遅れであるというのが多くの作り手たちの理解である。とはいえ、 マスカットを使った古いタイプのデザートワイン、例えば南アフリカの著名なデザートワインであるコンスタンティアなどはこのような方法で作られていたと考えられている。また特に甘口ワインの製造を目的としなくとも、適化や剪定による果実の品質管理は、ブドウ栽培において一般的に広く行われている作業である。 果汁二等分を補ってワインの最終的なアルコール度数を確保することを補えとチャプタラゼーションという古代ローマ時代にはワインの甘みやアルコール分を補うために蜂蜜が添加されていたしかし現在ではほとははどうが不作である年に甘みよりもアルコール度数を稼ぐために加えることが主であるほとは多くの国で行われているが 自然の甘みか田舎を厳しく区別する、ドイツワンでは最上級の格付けである、QMP、クワラテイズワインに MIT プラダイヒャットにおいて、ほとんどは一切許可されていない。ズースレゼルブ、サスリザーブ、甘みの保存の糸は、ドイツで採用されている甘口ワインの製造法の一つである。発酵前に、果汁の一部を別途保存しておき、発酵完了後に、 酵母の働きを止めてから再びワインに戻す。こうすることで、ワインの最終的な糖度を上げるとともに、アルコール度数を低下させる。そのため、ズースレゼルブを行ったワインのアルコール度数は、一般に15度を超えない。最初に果汁を取り分けておくので、醸造家は、酵母がすべての糖を使い切ってしまわぬ、要発酵停止のタイミングを測る必要がない。 また発酵の途中停止には通常アリュー酸使用が用いられるが人為的に止めなくて済む。この方法ではアリュー酸使用の使用量を低減することができる。ズースレゼルブはドイツ以外にもニュージーランドなどドイツの製法を踏襲した国で行われている。日本の甘口ワインの中にもズースレゼルブを行っているものがある。醸造過程でアルコールを添加し、 アルコール度数を高めるとともに糖を残したワインを主成強化ワインという。デザートワインとして飲まれる主な主成強化ワインには、ペドロヒメネスのような甘口のシェリーやフランスのバンドゥーナチュレルなどがある。ペドロヒメネスは、シェリーとしては珍しく、レーズンを用いたストローワイン、口術で盛る。シェリーでは他にブリストルクリームなどもデザートワインに向く。主成強化ワインは、マスカットや、 グルナッシュなど様々なブドウで作られるが、ブドウの種類には関係なく、アルコール度数95度前後の蒸留酒を10%程度添加すれば発酵が停止する。グルナッシュをベースとした赤ワインタイプはそうではないが、マスカットを使った白のバンドゥーナチュレルはやや酸化された状態で仕上げられる。干しブドウから作るワインである。収穫したブドウを、わら、 ストローの上に並べて封管したことからこの名がついた。古代カルタ語では封管したブドウからパッサムと呼ばれる甘口ワインが作れていた。このワインはマルタ海峡を渡りイタリアにもスカートパシートディッパンテレリアと呼ばれる同様の甘口ワインをもたらした。このようなワインはローマ人による記述が残されており今でも来たイタリアではビンサント伝統的に アーモンドビスケットと共に供されるヤシャケトラ、サイアシェトラ、レチョートディソアーベ、レチオートディアイソベイ、同地方のパネットーネに合わせる、レチョートデラバルポリチェラ、レチオートデラバルポリチェラなどのストローワインが、多作られている。しかしブドウは、必ずしも藁の上で干されるわけではなく、棚に並べたりたる木から吊り下げられたりする場合もある。アルプス山脈を挟んで、フランスのジュラ県、ローヌ県、 アルザス地域圏近辺ではバンド・パイユ、ビン・デ・パイ、パイは、ワラのイが生産されている。他に、スペインでは前日のペドル・ヒメネスが、キプロスでは、コマンダリアと呼ばれる、ストローワインが生産され、南アフリカやアメリカにおいても、近年類似のワインが作られている。氷結したブドウから作られるワイン、主な国や地域県のワイン法では、 アイスワイン用のブドウを収穫する際の気温は低く、摂ッシなどを下回るべき旨を定めている。この温度では、ブドウ果実に含まれる水分は凍結するが、氷床の成長とともに、糖や、その他の溶質が未凍結の部分に追い込まれ、成分が濃縮される。こうして凍結したブドウから削除すると濃縮された果汁が得られ、 高糖度の環境に適応した特殊な酵母による長時間の発酵を経てアイスワインができる。アイスワインは非常に甘いながらも酸味との均性に引い出る。アイスワインは製造に向けられるブドウの収穫量が非常に少なく、また製造量や過費が気候条件による部分が大きく、従って一般に高価である。アイスワインの製造には氷点下の環境でも結実した房が落ちない。 物理的に簡係な品種が向いており、その最たるものがリースリングである。最も有名なアイスワインはドイツのイザワインやカナダで作られるものである。しかしこれら以外の国でもアメリカ、オーストリア、クロアチア、チェコ、スロバキア、スロベニア、ハンガリー、オーストラリア、フランス、ニュージーランドなど気候条件の適合する各国で少量ながら生産されている。 アイスワインの生産プロセスを人為的に再現したものがクリオエクストラクションである。収穫した果実を冷凍庫で凍結させ、同様のプロセスを経て醸造する。甲州のように繊細ではあるが、濃縮感に欠ける品種において効果を発揮する。少数ではあるが国産でもアイスワインを称する商品が流通している。しかしながら気候的にも天然で、 アイスワインの条件を満たしつつ、同時に樹木自体に例外が及ばないという条件を満たすことは何を極め、人工的に果実を氷結されて醸造する人工アイスワインが基本となる。極めて一部ではあるが、北海道などでも栽培可能なキルナを用い、温度管理などの多数の工程を踏むことによって、天然のアイスワインを製造した例も存在する。 しかしながら、果実を凍結させるまでの手順自体で、多数の人の手が介入していることも事実であり、真の意味での国産天然アイスワインは存在して、おらず気候の観点から見ても、天然環境下での製造不可能に近い。寄付金、ボトリティスシネレア、がついた、腐ったブドウから作られるワイン。フランスソーテルヌのシャトー・ディケム、冒頭お参照や、ハンガリー都会のものが有名。 ブドウ果実における B シネレアの繁殖は単なる腐敗ではなく果実の脱水を促進するとともに蜂蜜やアプリコットを思わせる方向寄付口をワインに与えるしかし良いことばかりではなく B シネレアの代謝産物が発酵を遅らせるという側面もある B シネレアが良い寄付をもたらす条件は非常に限られておりもし湿度が高すぎれば 灰色カビ病という破滅的な災悪をもたらすことになる。したがって、ブドウ栽培者には、寄付の収穫量を上げ、一方で灰色カビ病を最小限に止める努力が要求される。一般に、寄付の発生には、湖や海の近くで、朝霧が舞い降り、日中には、日差しで無償するような環境が最適であるとされる。寄付の発生を待つ必要から、一般に、 キフワイン用のブドウは、おそつまみである。ちなみに、もともとキフワインの発祥が偶然の産物であったことには、疑いの余地がない。ハンガリーにもドイツにも、収穫が遅れて、カビが生えたブドウを醸造したら美味しいワインができた、という、似たようなエピソードがある。B シネレアがついた果実は、目視でそれとわかるほど近代が発達するが、都会では単にしなびて、艶のあるブドウに見えることがある。 これは、都会の主力品種である、フルミントに、ビーシネレアが付くと急速に脱水が進行するためで、金の放射形成が間に合わないことによる。寄付は偉大なデザートワインの多くを担っている。都会やソーテルヌだけでなく、ドイツのベーレンアウスレーゼやトロッケンベーレンアウスレーゼ、ルーマニアのグラサデコとなり、フランスのモンバジャック、オーストリアのアウスブルッフ。 そしていわゆるニューワールドの各国でも高品質の寄付ワインが作られている。一般的にはデザートワインは同時に供されるデザートよりも甘くあるべきとされている。例えば完熟の桃などが好相性であると言われているが、一方でこの考え方はチョコレートやキャラメル粉に合わせるべきでないという意味でもある。しかし赤のデザートワイン、例えばレチョートデラ・バルポチェラや、 バニュルスなどは、そのような挑戦的なデザートとの相性もそんな悪くはない。甘いデザートワインはそれ自体がデザートでもあるが、ビンサントとアーモンドビスケットのように少し苦味のある焼き菓子と合わせるのも良い。対照的なものの組み合わせとしては、ソーテルヌに対して香り高いフォアグラを合わせるような伝統的なものもある。塩の効いたロックホールをソーテルヌに添えるのも定番である。 白のデザートワインは通常冷やして提供されるが冷やしすぎには注意を要する。赤のデザートワインは室温でもしくはやや冷やして提供する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。